出町ますが商店街、河原町通り側のエントランス、出町商店街は京都市上京区に存在する商店街である。食料品店など地域密着型の店舗が主である。2007年からはレジ袋の削減などを目標としたエコ商店街の取り組みが行われ、2010年には出町商店街振興組合が第八回京都環境省奨励賞を受賞した。 サバのモニュメント出町マ,マスガタ商店街は、出町商店街の一角のマスガタ2にある全長164メートルのアーケード街で、食料品店や衣料品店を中心に44店舗が軒を連ねる。マスガタ2は以前は、出町2と呼ばれ、周辺には、釘や学者が多く暮らしていた。江戸時代から明治にかけては、醸造業者や、砂糖問屋などが存在したが、小売を行う店舗は、 ほとんど見られなかった。1924年頃にこの地に東北市場が開設されると周辺に食料品店の集積が始まった。第二次世界大戦後の1948年頃、法整備によりで町繁栄会発足。1961年には医療品、スーパー、セルフ岸本屋が開店するなどで町地区の商業の中心となり、野瀬や大原、遠くは、 滋賀県からも買い物客が訪れるようになった。1974年にはアーケードの建設が決まり、建設及び維持管理を目的として、1977年4月25日に、マス型事業共同組合が設立された。1991年からは、京都府の基金により、三陰石の石畳が整備された。サバ街道の終点にあることにちなみ、 地元の子供によりサバなどの海の生物が描かれた当藩が埋め込まれている。2008年12月にはアーケードから釣られたサバのモニュメントが作られ、工房により我がサバちゃんと名付けられた。毎年5月18日のお玉祭りではアーケード内を3機のみこしが通り抜ける。河原町通り沿いの町並み。餅屋やサバ寿司の店が並ぶ長京区東部。京阪電車。 映山電車出町柳駅から高野川、鴨川を渡り、西に約200メートルの位置に入り口がある。増ス型商店街は河原町通りと寺町通の間を東西に伸び、約150メートル南には今出川通が並行する。京都御苑からもほど近い。鯖街道の終点としても知られ、2002年には鴨川に架か,かる出町橋のたもとに、 鯖街道執着の地の石踏みが建てられた。2011年11月に登場した出町商店街のマスコット。伝統工芸品のデザインなどを行う下行区の有限会社杉テックによること巻プロジェクトの制作で身長150センチメートル、行動の趣味を持つ中学3年生の女の子という設定である。2012年には、 鴨川誠のイメージに近い実在の女性のオーディションを実施。優勝した大学1年生がイベントなどで PR 活動を行う。2013年3月をもって専属契約の終了を発表。翌年の2014年8月13日、萌えキャラ学会の正会員となった。アニメーション、タマコマーケットなどのためで設立した交流コーナー2013年1月より、 放送されているテレビアニメ作品、たまこマーケットにて、作中の主な舞台となる、うさぎ山商店街のモデルとして、東商店街の一部である、出町ま姿商店街が採用された。取材協力としてクレジットされている。アニメーション制作は、京都アニメーション。ファン有志と商店街の協力による、ファン交流ノートも設置されている。ありがとうございます。